はい、どうも皆さんこんにちは。本日もあつ森をやっていきたいと思います。で、今日なんだけど、先日 CM についての動画を投稿させていただきました。で、その動画の内容では、木の植えられてる位置が CM 内でおかしいと、そういったニュアンスの動画を投稿させていただきました。まあ、詳しくは過去動画を見ていただきたいわけなんですけど、今日はですね、 CM でさらに気になる点が見つかったので、そちらの内容を共有させていただきたいと思います。すでにですね、こちらの内容ツイッターでかなり話題になっているので、もしかすると皆さんも目にされたことあるかもしれませんね。では早速共有させていただきたいと思いますね。ありがとう。で、こちらなんだけど、真ん中見てください。16って書いてありますよね。で、この16っていう数字なんだけど、この数字もしかすると E3 を表してるんじゃないかっていうことが今言われてるわけなんですよ。さすがにね、これは言いがかりじゃないかって思ったんだけど、今めちゃくちゃ話題になってるんで、念のために共有させていただければと思いますね。まあ、確かにこう見てみると16とも見れるけど、たまたまって感じがしませんか？どうなんだろうな。これは多分匂わせじゃないでしょう。こじつけって感じがするんだけど、どうすかね。皆さんはどう思いますか？ちなみにこの E3 っていうのは、年に一度行われるゲームの祭典で、過去の E3 では、様々なゲームの新情報とか、あとアップデ情報とか、そういったものが、6月の E3 で公開されてきたわけなんですよね。あつ森もそうですし、モンスターハンターワールドもそうですし、様々なゲームの販売情報も、こちらの E3 で公開されてきました。ですので、今年の E3 も、あつ森に関する何かしらの情報が出てくるんじゃないかっていうことが、ずっと言われてたわけなんですよ。その中で、先日、新しい CM が公開されて、その CM の一部に、このような描写があって、真ん中に16っていう文字がありましたと。で、これがね、6月16日に予定されている E3 を表してるんじゃないか、っていうことが言われてるわけなんですよね。まあ、これがね、今の状況になります。まあ、これに関しては、至って単純な話なんですが。ただね、この件に関しては、どうなんだろう？皆さんはどう思いますか？多分ね、たまたまだと思うんですよね。まあ、このたまたまっていう見解もですね、僕の個人的な見解なんで、皆さんがどう思われてるかわかりませんけど、もしよろしければ皆さんのご意見もお伺いしたいんで、この16っていう文字、何を表してるのか、さらに、この E3 で、皆さんあつ森に何を期待しているのか、そこも踏まえてコメントしていただければ嬉しいですね。よろしくお願いします。けどさすがにさ、CM で匂わせはしないでしょ。まあ、例えばさ、公式ホームページとか公式 Twitter とかで E3 を匂わせるっていうのだったらわかるんだけど、 CM で匂わせってさすがにそれはないんじゃないか。なんとも言えないところなんだけど、まあ木の位置とかもそうですし、どうなるかわかりませんね。いやけどね、本当にこれどうなるんだろう。ちょっと話が戻ってしまうんですが、 CM で流れてる映像で木の位置がおかしいと、まあそういった内容の動画を先日投稿させていただいたんですよね。まあその結果としまして、これはもしかすると大型アップデートが今後予定されていて、でその大型アップデートで、まあ、修正がかかるんじゃないかっていうことが言われてたわけなんですよね。たださ、前の動画でも言ってたんですけど、発売してからこのゲームもう1年以上過ぎ去ってるわけで、このタイミングで木の位置がずらせるようになりましたって、そんな修正かかると思いますか？どうなんだろう。多分ね、あれに関しても多分 CM で流れているのはテスト版、ベータ版でプレイされてると思うので、たまたま木の位置があの位置になってたんじゃないかなと思っているんですが、どうなんだろう。まあここで議論していても仕方ない問題なんですが、めちゃくちゃ気になるよな。あとはですね、どうでもいい話かもしれませんが、今回公開された CM の長さがね、なんと1分40秒だったんですよ。多分ね、今まで公開された CM の中だと最長じゃないかな。多分過去に1分40秒の CM っていうのはあつ森では存在しないと思うんですよ。まあ任天堂スイッチ本体の CM であれば確か2分ぐらいのものが昔公開されてた記憶があるんだけど、ただあつ森単独だと多分最長になるんじゃないかな。ここに来てめちゃくちゃ長い CM が公開されたわけなんだけど、なんで今までさ30秒ぐらいの CM がメインだったのに、このタイミングで1分40秒なんだろう。個人的にはですね、そっちの方が気になるわ。多分ね、あの CM 見たんだけど、めちゃくちゃ金かけてると思うし、あとはタレントにもお金払ってると思うしさ、すごいなと思いました。
逆にあの CM を見て思ったのは、これからも、あつ森をどん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 売り出していく予定であると、まあ、そういったメッセージも取れますよね。なんでかっていうと、売れないゲームの CM って作らないからですね。これを逆に言うと、これからもどん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 売ってきますよっていう、まあ、そういった意思の表れだと思うんで、今噂ベースではあるんですが、あつ森の無料アップデート、今年で終わりじゃないかっていうことが言われてるわけなんですが、もしかすると、これね、2021年で終わりじゃなくて、2022年も普通にアップデートあるんじゃないかな。まあ、ボリューム的には、どうしてもね、2020年のアップデートに劣ってしまいますが、多分今後もアップデートが続くんじゃないかなと予想してますね。なので、単純に CM が今回公開されたわけなんだけど、その CM からは、様々なメッセージを受け取ることができます。まあ、もちろん CM の中身もそうなんですが、まあ、CM の長さとか、CM の頻度とかで、なんとなく今後の、任天堂の戦略が見えてきますよね。ただそういった見方をすると結構面白いんですよ。けどあつ森ってどうなんだろうな。一応まだ売れ続けてはいるけど、果たしてどうなるのか。あとは、集まれ動物森プラスってどうなるんだろう。そこに関して詳しく説明してる動画は、別途投稿してるんで、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、そちらの動画も見ていただければ幸いなんですが。っていうかさ、初見さんって、どれぐらいいらっしゃいますか？もしよろしければチャンネル登録して、常連になっていただければ嬉しいですね。僕、昨日の夜、とってもいい夢を見たんだ。大好きなおばあちゃんに会えた夢だよ。おばあちゃん、いたんだ。おばあちゃんが焼いてくれたクッキー、すっごく美味しかった。おー、いいじゃねえか。それはいいことだと思うよ。シャシャにも食べさせてあげたかったな、金くれい。ああ、ありがとうございます。クッキーか、なるほどね。はいはいはい。最近思ったんだけど、動物たちの設定ってさ、割とよくわからないよね。何がわからないかというと、例えば年齢とか、出身とか、あとは過去の話をたまに住民たちしてくれるんだけど、例えば昔やっていた仕事の内容とか、住んでたところの話とか、あとは家族の話とか、まあ、さっきみたいな感じですね。それぞれのキャラクターに過去話が存在するわけなんだけど、年齢がめちゃくちゃ気になるよね。昔ってさ、具体的にいつの話って感じなんだけど。シャシャン、あのね、朝目が覚めた時からずっと君にメッセージカードを出したくてしょうがなかったんだ。願いが叶ってよかったよ。もし君が僕と同じ気持ちだったらお返事くれると嬉しいな。待ってるね、ジャコテンより。たださ、この手紙に例えばさ、返事をしたとしても全く何も書いてこないからな。そうなんだよ、それが問題だな。そして俺があまりにも手紙を開封しなさすぎてめちゃくちゃ溜まってるな。え、待って、お母さんから来てんだけど。社畜へ、新緑の匂いに誘われ飛び出して、目的もなく歩く喜び。うお、なんか主人みたいだな。ピクニックもいいわね、母より。なんか明るいな。ポケットにしまいましょうか。これって何なんだろう。多分お母さんシリーズの何かだと思うんだけど。母のナップサック。母のナップサック来たー。で、母のナップサックなんだけど、今俺が背負ってるのって母のナップサックなんだわ。両方とも母のナップサックっていうね。これめっちゃ可愛くないか。確かね、これ島によって違うんですよね、デザインが。自分の場合だと、チェリーなのかな、これは。チェリーだと思うんですが、多分島によって違うと思います。ずっと一緒、シャッチ。おい、ふざけんな、ほんとかよ。さっきさ、クリスティーヌに喋りかけたんだけど、引っ越すわーみたいなこと言ってたからな。普通に引っ越すって言ってたからね、どういうことやこれ。あたいシャチとは長くお付き合いしたいから、マンネリ予防のためのプレゼント、突然でびっくりしたでしょ。これからもこういう刺激的なサプライズするから期待してて。エンターテイナークリスティーヌ、マジかよ。なんだろうこれ。これは嬉しいね。ちょっと中身を見ていきましょうか。さてさて、中身は何なんでしょうか。どれだっけ。あ、これか。結構さ、住民たちプレゼントくれるよね。ふふ、ビンゴマシン。ビンゴマシンってさ、どんな見た目だっけ。ちょっとここら辺に出してみましょうか。この辺に飾る。おお、これか。恒例だな。昔よくさ、ビンゴ好きで回してたわ。懐かしいね。へえ、こんなものもあるんだ。なるほどなるほど。はい、ということでこちら閉まっていきましょう。はい、ということで今日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。